おはようございます。おはようございます。組合員の困りごとに対しまして人への投資として要求をし、誰一人欠けることなく職場で働く全ての方々が成長し役割を発揮できる環境を作り上げられるよう労使協議会の中で議論をしてまいりたいというふうに考えております。この1年間組合員の皆様とさまざまな話し合いの場に参加させていただき、解決できることはその場その場で解決してまいりました。昨年労使が解決しきれなかったことを改めて確認し、即断即決即実行をする総決算の場にしたいと考えております。組合としても本年の労使協議会を総決算の場としてオールトヨタの一体感競争力強化に向けた話し合いをしていきたいというふうに思っております。